やっぱりこう日銀の総裁って金利を上げたり下げたりできる状態っていうのはきっとやってみたいもんだと思うんですよね、はい、なるほどなるほどまた人間心理ですね、うんうん、岸田さんはもともと安倍さん嫌いだったし、まあ、どっちかっていうと金融緩和に対しては好意的ではない。今はね、もう129円年始つけましたけど、ここから引き締めしたらもっと円高に、100円になってもおかしくないし、まあ、金融緩和政策のこう撤収時期みたいなものがすごくこう前倒しに解釈される可能性もあるし、まあ、株価が暴落するとかっていうようなことが、まあ、起こってもおかしくないですよね。では山崎さん、2023年はどんな年になっていくのか見ていきたいんですが、はい、気になるトピックありますか？まあ、一番気になるのは日銀ですかね、うん、4月に迫ってますもんね。そうですね、うん、まあ、日銀の政府副総裁の人事っていうか、副総裁は3月ですね。副総裁は3月ですね、うん、多分セットで決めるんじゃないかと思うんですよね、そろそろ報道副総裁だけ出して、で総裁は後からっていうのはさすがにないような気がするので、まあ、3人セットで決めて、でそれがいつ出てくるかっていうことかとは思いますけど、2月ぐらいにはじゃあ出てきそうですよね、出てくるんでしょうね、もう迫ってますね。でそうなると、昨年末に大きく日銀が動いた内容としては長期金利の上限を引き上げましたね、 0.25 から 0.5、ここがまだ余波としてこう残ったまま新年を迎えてるんですが、ここについてまずどういうふうにご覧になってますか？そうですね、まあ、日銀はあれはこう、まあ、金融緩和を後退させたわけではないっていう言い方をしてて、まあ、イールドカーブの自由度を増やして、でその債券市場の市場機能も回復させながら、こう金融緩和を一層推し進める措置なんだっていうのは、まあ、一応こう筋としては通ってなくはないんだけれども、だけれども、まあ、現実の問題としては長期金利が今まで 0.25 で抑えられてたものが 0.5 まで上昇余地ができたっていうことで、はい、うん、まあ、これは、まあ、金融緩和としては後退させて、まあ、一種の利上げである、まあ、その解釈も現実的にはそういうことで、はい、為替レートが、まあ、日銀が金融政策の方向性を変更したっていうことで、まあ、ざっと150円から130円まで、はい、円高になるわけで、うん、イールドカーブコントロールの範囲の拡大が実質的な、うん、まあ、利上げのこう金融、うん、まあ、引き締め効果、はい、金融引き締め方向の変化であるっていうのは、まあ、受け取られ方と、うん、それからこう現実を見るとそういうことだし、為替が顕著に現れましたね。そもそもイールドカーブコントロールっていうか、うん、まあ、長期金利まで働きかけるっていうのはあってもいいかもしれないけれども、イールドカーブはここからここまで、金利の範囲はここからここまでっていうのを、うん、長期金利の世界でやるべきではなかったっていうのが、うん、私の考えですね。だから、まあ、日銀のその金融緩和自体は、うん、緩和しないよりは緩和した方が良かったし、まあ、その黒田さんの前までの、うん、ちょっとこう景気が良くなってくると、まあ、金融引き締めの方向に動いて、でデフレが脱却できないっていうような状態から、うん、まあ、金融緩和してデフレ脱却しようっていうのはまあいいし、で、まあ、そこでこう、まあ、マネタリーベースを拡大しますっていうのも悪くないんだけれども、うん、まあ、ETF を買い入れたのが良くない。あと、まあ、イールドカーブコントロールっていうのは無理があった、うん、この2つはちょっと無理があって、うん、まあ、採点するような立場でもないんだけど、あえて言えば減点材料ですね。黒田さんの今までの政策っていうのは点数つけてた、馬渕さん何点ですか？
私は85ぐらい85とか90とか高いです、はい。減点要素は減点要素はちょっとコミュニケーションのところですかね。今みたいにその利上げじゃないって言っていてとか、うん、もう少し分かりやすい、私たち金融業界は分かりますよ、何を考えているのかとか、思いはすごく伝わるんですけど、ちょっと国民に対しては難しかったのかなっていうふうには思いますけど、政策自体は私は良かったと思ってます、うん。ETF 買っちゃったのなんかも まあ悪くないですか。まあ、出口がすごく難しいものに手を出したなっていうのはありますね。そこはありますけど、債券は黙って持ってればいずれ償還されますからね。そうですね。でもまあ日本株を上げるための政策として取らざるを得なかったのかな。日経平均が下がった日には ETF の買いが入るみたいなことがありましたけど、あれってまあ、私のこうと同僚からそういう意見を聞いてなるほどと思ったんだけれども、はい、